皆さんおはようございます。10月の18日、時間は9時42分ですね。現在地は和歌山県の和歌山市という場所になります。今日からね、和歌山編のスタートをしていくんですが、昨日の晩に和歌山に入っていたというのに初手寝坊という失態をやらかして、まあ今ね、目的地まで到着したんですが、で本日最初に向かってきたのが淡島神社という神社になります。で先ほど和歌山市にいると言いましたが、正確に言うと場所は和歌山市の加田という場所になります。でここは加田でもかなり有名な神社になってまして、こんな風にたくさんの人形が祀られているかなり独特な神社になっております。ここは人形を供養するための神社として非常に有名らしくて、まあ、見た目はね、かなり可愛い日本人形たちが揃ってるんですが、これ夜に来たらちびるな。境内の左側には舞妓さんの人形ですかね、あとは虎の置物だったりとか陶器の置物がずらっと並んでますね。そしてこちらには木彫りの熊や信楽焼らしき人形も並んでます。いや本当に多種多様な人形が置かれてますね。こんな神社は見たことないですね。こちらは塩壺、幸福祈願、病気平穏などを祈るそうですね。いや不思議な形の岩ですね。空洞になった岩の上にお社が乗ってます。こちらのお社の中には、これはカエルの人形ですかね、おびただしい数のカエルの人形がここに祀られております。そしてここは稲荷社、金運向上、豊作祈願などを祈るそうですね。よく見ると大小さまざまなお稲荷さんがここに祀られております。最後に神社正面からはこんな感じです。かなり立派な造りしてますよね。で一通り歩いてみた感じ、まあ昼に来た方がいいんじゃないですかね。夜はね、さすがにちょっと怖いですね。これは無数の人形に見つめられながら参拝するっていうのもまたオツかもしれませんが、私はやめときます。では次に行きましょう。で今日の本来の予定としては、あちらのね、奥に見える友ヶ島っていうところに行こうと思ってたんですね。で友ヶ島っていうのが和歌山で非常に有名な観光名所になっていて、まあ、あの砲台の跡地とかかなりね、見どころがたくさんあるスポットだったんですが、あの後で画像貼っときますが、本日ね、船便がすべて欠航という形になっておりまして、まあ出花くじかれたなっていう感じですね。まあ天気の都合は仕方ないんで切り替えていきましょう。あとこの和歌山市の加田という地区は海釣りで非常に有名な地区らしいんで、私はねあんまり釣りしないんで、あの何が釣れるとか全然知らないんですが、まあ、釣り好きな方はね、よかったら来てみてください。次の目的地はこちらです。瀬戸内海国立公園になります。ここにはね、三山砲台跡っていう有名な観光地があるみたいで、今日はね、本当は友ヶ島で昼過ぎぐらいまで過ごす予定だったんで、ちょっと予定を変更してここにやってきました。それにしてもこの看板、落書きやばすぎますね。で砲台跡に向かうまでは道がいくつかあって、レンガの道、海への道、山の道と、一番短いルートだと15分ぐらいで到着して、一番長いルートだと45分ぐらいかかるみたいですね。そしてここの入り口で右の方がレンガの道、左の方が多分山の道ですね。まあ本来であれば辛く苦しい方を選ぶべきなんでしょうが、せっかくなんでね、このレンガの道って歩いてみたいんで、ちょっと歩いてみようと思います。まあまあ初日からね、飛ばすこともないでしょう。いやー、それにしてもかなりいい雰囲気の道ですね。鳥の声と木漏れ日で歩いてるだけでかなり気持ちいいですね。三山第一砲台跡地までやってきました。ここはかつて由良要塞の一つだったそうです。今ちょうどここが現在地ですね。周囲の風景はこんな感じになってます。いや、なんか本当に要塞の跡地って感じがしてすごくいいですね。
こちらにはこんな感じで下に降りる階段が続いていて、さっきの案内看板を見るに下はね弾薬庫だったみたいですね。下に降りてくるとこんな感じですね。本当に当時の雰囲気をそのまま残してるって感じですね。で一応ね中にも入れるようになってるんですが、これ失敗したな、暗い。中はこんな感じで、まあちょっと見えないと思いますがアーチ状の作りになってます。反響がすごいですね。いやけど昼間でも全然日が入らなくて結構怖いですよ。そしてこちらのトンネルを抜けてあと2つ砲台跡があるみたいです。ただこちらにもこんな感じで階段があって、また下はね弾薬庫になってるみたいですね。この雰囲気めっちゃバイオハザードっぽいですね。わかります？これただ弾薬庫の中はね全く日が入らないので超暗いですね。まあ何も見えないと思いますが、だいたいね奥行き10メーターぐらいはありますかね。天井の高さも多分3メーターぐらいはありそうですね。ただこういうところどころにね落書きしてあるのは本当に許せないですね。そしてトンネルを抜けてくるとこちらにも砲台跡があります。そしてこちらが最後のトンネルですね。下には先ほどと同じように弾薬庫があります。そしてこちらが最後の砲台跡ですね。いやー三山第一砲台跡ものすごい良かったですね。で私のように天候の都合とかで友ヶ島に行けなかった方はぜひこっちに来てみてください。友ヶ島とかなり似たような雰囲気らしいので友ヶ島に行けなくても十分こっちで楽しめると思います。それでは次に行きましょう。今日のお昼は中華そば丸田屋というところで食べようと思います。和歌山県ではラーメンのことを中華そばというふうに言うみたいですね。で中華そばでめちゃくちゃ有名なところに井出商店っていうお店があるんですが、そこはね昔行ったことあるんで今回はねこの丸田屋にしました。Google マップのレビューもかなり高評価なんで入ってみようと思います。テーブルにゆで卵と早寿司が置いてあるのが和歌山っぽくていいですね。中華そばと卵飯を注文しました。いやー丸田屋噂にたがわずかなりうまかったですね。でやっぱり人気店なのか私がね入った直後からかなり行列になってましたね。で会計が1155円でペイペイで払ったんですけど、なんかね今和歌山県で 20% 還元のキャンペーンやってるっぽいですね。なんか231ポイント返ってきました。いやーラッキーですね。じゃあちょっと休憩したら次のとこ行きましょう。次にやってきたのはこちらです。和歌山市にある和歌山城になります。こちらのお城は1585年に豊臣秀吉の弟秀長が築城を始めたのが始まりだそうです。1619年には徳川家康の第10男頼信が入城し、紀州55万5000石の城となり、徳川御三家の一つとして数えられるようになったそうです。大変歴史のあるお城ですね。ただこの和歌山城は戦争で天守が一度焼けてしまって復元された天守になるんですが、焼失前の写真と見ても違いがわからないぐらい忠実に再現されているそうです。では中に入ってみましょう。入り口で入場券支払ってきました。大人一人410円です。それではこの立派な城門をくぐって中に入っていきます。ここがお城の入り口ですね。
こちらが天守閣の案内図になってます。古天守、大天守、多門、天守二の門、二の門櫓、犬居櫓、大台所、いろいろ分かれてるみたいですね。ここには天守閣の模型、20分の1のサイズの模型が置いてあります。館内はこんな感じで文化的な展示物がたくさん置かれてます。3階の天守閣まで上がってきました。こちらの天守閣からは和歌山市内を一望することができます。いやー、なかなかいい景色ですね。高層ビル群とかがない分、かなり遠くの景色まで見えて綺麗ですね。そして天守北側の方からは和歌山を流れる一級河川の紀の川と紀伊山脈が見えますね。天守閣西側からは紀の川の河口と、あと海も見えますね。今日行こうと思ってた友ヶ島がうっすらと見えますね。今歩いてる多門という場所には全国の様々なお城の写真がずらーっと載せられてます。いや、これ見てるだけで結構面白いですよ。いや、和歌山城面白かったです。で、せっかく和歌山城まで来たんで、ちょっとね、園内をぐるっと回っていこうと思います。こちらに本丸御殿跡、天守閣の撮影ポイントがあるみたいです。ちょっと行ってみましょう。これは確かに和歌山城が綺麗に見えますね。そしてこちらがお橋廊下、お堀の上にかかっている橋なんですが、中がね、こういう風に廊下になってます。せっかくなんでちょっと歩いてみますか。窓からこんな感じでお堀を眺めることができます。そしてこちらが名所西の丸庭園、ここは秋になると紅葉がかなり綺麗らしいですよ。いやー、ここからの景色風情あっていいですね。先ほど歩いてきたお橋廊下が見えてます。こちらにはものすごく綺麗な池があります。水がめっちゃ透き通ってますね。ただ中央に置いてある看板の字が見えませんね。なんて池なんだろう。ぐるっと一周回って駐車場付近まで戻ってきました。動画に映してないところもあるんですが、かなりね、和歌山城敷地広くて面白かったです。皆さんも和歌山に来たらぜひ寄ってみてください。では次に行きましょう。次にやってきたのはこちらです。和歌山市の雑賀崎という場所にある番床庭園という場所になります。ご覧の通り、かなり綺麗な庭園が広がる景勝地になってます。それでは中に入っていきましょう。入場料を払って庭園と中に入ってきました。入場料は大人1人600円、駐車場代が500円、合わせて1100円です。まだ庭園に入ってすぐのところなんですが、いい眺めですね。先ほど行った和歌山城は平日なのにかなり観光客がいたんですが、ここの番床庭園は全然人いませんね。結構有名な景勝地って書いてあったんで、人もね、たくさんいるのかなと思ったら、全然穴場のスポットですね。こちらは灯台展望台という風になっていて、ちょうど画面のあの辺ですね、白い建物がね、ニョキッと出てると思うんですが、あれが雑賀崎灯台という建物らしいです。まあ、灯台が見える展望台っていう感じですね。そして何やら広い広場に出てきました。いや、芝生もね、ちゃんと整備されててすごいいいところですね。そしてこちらから見えるのは雑賀の浦、またあちらの方に見えるのが籠場の花と呼ばれる場所らしいです。そしてこちらが恋人岬、ここからは切り立った岩壁も見ることができます。上下で色が分かれてて不思議な感じがしますね。階段があるんで、あそこまで降りられるっぽいです。ちょっと降りてみましょう。あちらの階段から今下まで降りてきました。いやー、海めちゃくちゃ綺麗ですね。こういう変わった岩の断壁って何か石の中の成分が違うんでしょうか。そしてこちらが庭園の端っこの方になりますが、ここも展望台になってるみたいです。正面右側に見えるのが大島、別名男島というみたいです。
また左側にあるのが中之島、別名女島と読むみたいです。そして中之島のちょっと左の方に外れて見えるのが双子島という島らしいです。なんかここに面白い岩がありますね。明日が見えますか？覗いてみましょう。これもしかして季節によったらこの穴の隙間に太陽が沈んでいくみたいな感じなんですかね。今は草が見えてますが。そしてどうやらこの庭園は魚釣りもできるみたいです。何やら下で釣りされてる方がいますね。ここはかなり釣れるんでしょうか。それにしてもこっち側の岩場もかなり綺麗ですね。今日は朝から友ヶ島に行く予定だったんですが、まあ、それがね天候の加減で行けなくなっちゃって予定がね全部崩れてしまったんですが、まあ、何気なしに来たこのバンドコ庭園ですがかなり良かったですね。いやここは来て良かったです。庭園内をぐるっと一周してきました。いや本当にいい場所でしたね。皆さんも和歌山に来たらぜひ寄ってみてください。現在時刻がちょうど3時過ぎぐらいで今日の観光はこれで以上にしようと思います。和歌山編は一応1週間程度を予定していて、明日からは南の方に向かって進んでいこうと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。